ザグーエンビエルビンスプーカー・クチーナは、ポーランド南東部ドルヌイシロンスク県の都市ルビンを本拠地とするサッカークラブである。ルビンに本社を置くポーランド鉱産最用手の KGHM ポルスカがスポンサーとなっている。本拠地はスタディオンザグーエンビエルビン。1945年9月10日、アマタールビンとして創設された。 1990から91シーズンで一部リーグ初優勝を果たし、2006から07シーズンのエクストラクラサで二度目のリーグ優勝を収めた。しかし、2004から05シーズンにおける一部昇格に不正試合があったことが発覚し、翌シーズンには二部リーグへの強制降格が決定された。2008から09シーズン、二部リーグで2位の成績を収め、 クラブは一部復帰を果たした。2009年より、新スタジアムである、ダイアログアレーナで試合が開催され、16,300人を収容する。以前のスタジアムは老朽化が進んだため、3万人収容にも、かかわらず、安全上の理由から7,000人しか収容できない状態だった。ルビンの一部リーグ戦績ダイアログアレーナ中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく。価値点3が剥奪。ピアーフスドリュースイナ。KGHM ザグルビー・ルービン。2015年8月2日。閲覧。ありがとうございます。